大きな大きな拍手が起こりました。奥様の姿もあります。パーソルパリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの模様をエスコンフィールド北海道からお伝えしてまいります。奥様の目からは涙が。先発のマウンドに上がったのは今日が12年の現役生活最後のマウンドになります、鍵谷陽平です。鍵谷は2012年ドラフト3位でファイターズに入団しました。そこからジャイアンツへ移籍、そしてまたファイターズに今シーズン戻ってきて、そして今日引退登板を迎えます。ここまで419試合に登板しました。25勝15敗、84ホールド7セーブ。いや、井上さん、立派な数字ですね。いやー、すごいですよね。左バッターボックスに1番の小郷が入りました。現役生活最後のマウンド、147キロのストレート。いや、素晴らしいですね。今田さん、これまだまだできそうなボールに見えます。正直僕もそう思います。力強いストレートから入りました。セカンドへのゴロ、一塁アウト。鍵谷が打ち取りました。この引退登板とはいえど、稲見さん、このイーグルスとしても今本当に大事な時期、マウンドになります。なくてですね、今、やっぱ真剣にどのチーム来てくれますよね。すべてのこの球種を使っていきます。ストレート、フォーク、そしてスライダー。まあ、この鍵谷は2012年ドラフト3位ですが、同期にはドラフト1位大谷翔平。地元北海道の北海高校のエースでした。今ファイターズにいる伏見はその時からのライバルです。そして中央大学を経てプロ入り、2016年にはセットアッパーとして日本一に貢献しました。2017年は60試合登板。12年間腕を振ってきました鍵谷陽平。フルカウントとなって温かい拍手が鍵谷に降り注ぎます。押し切った、ショートハーフライナーでツーアウト。今根さん、ここまでのピッチングどうでしょうか。いや、今のも、ね、力勝ちしてますし、素晴らしい内容ですね。そして2人アウトに取ったところで新庄監督が花束を持って登場しました。2人をしっかりとアウトに取りました。マウンド上でそれぞれの選手と抱擁。そして新庄監督とも抱き合いました。
ない拍手。この振る舞い一つとってもこうやはりこの鍵谷投手というのはこう愛される存在なんだなというのが伝わってきますよ ね、 そうですね。やっぱ僕も今日球場にねいたんですけども、はい、スッと来てくれて、ね、おはようございますってね、すごく爽やかな、もう引退試合じゃないようなね、いつも通りのこの挨拶というかね、いろんな人からこう愛されてる選手なんだなと思いますね。そして表情はどうでしょう、今やっぱ晴れやかな感じもします。そうですね、やりきったということなんでしょうかね本人。はい、また帽子を取って、球場前方